メイン取りますか。はい。はい。いや、それは違う。お前だっていつでもやるっつったじゃん。もうそれ、お前いつでもやるっつった。マジで違う、マジで違う。お前マジでやらんぞ。でもお前いつでも食べるっ、マジでやりません。いつでも食べるっつったじゃん。嫌です。ダメだよ。でもそれ、それ約束違反じゃん。嫌です。いや、俺本当にやらんよ。ああ、いいじゃん、お湯を向きました。本当にやらんよ。ちょっと待って、本当にやらんよ。無理です。マジでやだ。何？ダメだよ。止めて、キイチ。キイチ、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 はい、すいません。なんでそんな嫌がってんのね。あ、一回離して、足痛い、関係すぎた。あ、いや、あ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 、痛い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 。うるさいから静かして。ちゃんとしてお前だよ。お願いします。あ、くくくく、はい、お願いします。ちょっと、あの、本当にちょっと、あ、だだ、痛いからやめて、痛いからやめて、マジで逃げないから。逃げるじゃん。マジやめて。逃げる。マジやめて、マジでやめて。はい。はい、本当にやめよ。なんと、いつでもダメでしょ。でも、はい、でもちょっと今だ、ほんとに一回やめて。で、今一回座って、じゃあとりあえず。じゃあ座るから、そっからもう別に逃げてもいい。じゃあ座っていくから。じゃあ座んない。なんで、だダメじゃん、食べないと。あ、早めにやってた方がいいぞ。はい。いや、だからそれは後でやろう。ダメダメ、食べるタイミングでって言ってるんだから。じゃあじゃあじゃあ、おかしいでしょ、運動量。いや、運動したのお前。あんた、ちょっと、じゃあ、ちょっと待ってよ。それでは食べよう。やれ、やれ、ちゃんと。はい、じゃあ、目開けてください。はい。いや、本当に違うと思う。本当にそれは違うと思う。やってください。やだな。いや、それ負けたんだから、早食いで。やらんと。やりましょう。はい。はーい、中ピノでした。あぶねー、どうせこんなことだろうと思ったぜ。いや、めっちゃいいやつじゃん。でもだからね、ストレスだけ食らって、まだまだ激辛ペヤング来る可能性あるじゃん。今、いや、まあ今もありますし、いつでもその危険はあるけど。そう、忘れないでくださいね。大丈夫です。大丈夫です。何が？じゃあメイン取ります。いつでもかかってこいや。いや、そんな感じだったよ、あのメインの時も。でもめちゃくちゃ嫌がってたじゃん。いや、あれはパフォーマンスじゃん。ガチじゃん、お前。ガチだったじゃん。あくまでパフォーマンス。あくまでな。盛り上げたのにな。10年で気づけば YouTuber だ。俺37。おじチューバーでもいいのさ、これで。でもいいのさ、これで。今がそれだけで十分。1個目の方がいいっすね。ファッキューチューン、読み込むフラフープ、窮屈縛られないルール。あん、That's easy、 終わりのない RPG。 どこ動画のコンボ鼓動、hey、 上げていく温度、下げてもグー、ラブ YouTube、 まかまか不思議、甘川ビジチン。2本目っすね。一回ちょっと当ててみていいですか。はい。でも人生のな、移動上げてみたくて、ゲームにコミに神頼み、なんでもいい、紹介するやつが商品になるな。本当の自分になれる時代、この負けず嫌い、年をかける未来。聞かせてください。はい。
注ぎ割れ身の立ち勢とディスカバリーミスタマリアかバケツがないのかな。タトゥーに YouTube で増していたくね。でも人生のな移動上げてみたくて、ゲームにコミに神頼み、なんでもいい紹介するやつが商品になるな。本当の自分になれる時代、行動すべてが採算度外視、生き方ギャンブラー現代の怪人、おもろきゃいつでも死んでくだい、心は今でも新宿風来、天才肌の先輩方、大好きな俺は変態だな。若造が紡ぐこのバカ動画、新しいエンタメの花咲かそうか。すいません、シート外し大使先輩方、はい、で、安定と幸せを富永さんとちょっと、はい、わかりやすく、安定しないな、安定しないんですよ。朝なんですけども、彼らがね、いやありがたいよね、外で掃除してくれてるんですよ。でね、扉をね、僕がね部屋入ってきて閉めるじゃないですか。これをね誰かが貼ってるんですよ。腹立ちますよね。かけられないよ。俺攻撃したいんだけどさ、前の人が詰まってるから。ウィンカー出して、ウィンカー出してもらう。あれ腰しないの。お疲れです。お疲れです。ありがとね。はい。え、あれいる？はい。あれいらないよ。掃除してるんで。ああ、そうなんだ。水余っちゃって、あれ使ってんのね。これ自体はもう最強じゃん。はい。え、あのさ、俺の部屋のドアのさ後ろにさ写真貼ったの誰？え、どれですか？マンズじゃない？俺じゃないっす。マンズ信じてください。ほんとにマンズ。俺じゃない、風船入れたし、マンズじゃない。マンズ俺じゃないっす、それ。あとマンズさ、お前なんだかんださ、うん、これ押してるからね。え、押してんの？いや何回か押してる。え、絶対俺じゃない。誰押してんのこれは？それはキイチ。キイチ、あのあと3箱も届いてるんだけど。はい、あった。はいはい、ありました。あってます。あってる。ごめん、ちょっとなし。え、閉めんの。はいはいはい。警察だ。なし。ん？ないない。警察だ。なしっていうのは。ん？ああ、ちょっと待って、やめて。ね、首やめて。はい、ちょっと待って、やめて。はい。あ、やめて。ちょちょちょ。ねえ、めんどい。めんどい。めんどい。そんなんはめんどい。いや、笑ってるじゃん。笑ってるじゃん。もういいじゃん、今は。そんなはいい。ちょ、ほんとやだ、ほんとやだ。いや、そんな逃げれない。え？逆にそんな逃げれない。もういいよ。はいはい、座って座って。あー、あー、今日こそだ、今日こそだ。はい、座って、はい、撮ってください。ああ、だあった。はい、ということで、お昼ご飯はお寿司でーす。おーい、おーいって、おーいって、それは嬉しい。やっぱちょっとピノも嬉しかった。だからあれでしょ、いつかでも来るから、お前はストレスだけ感じて生きていかなきゃいけないの。まあまあまあ、今のはすごいストレスだったね。すごかったでしょ。じゃあいただきます。はーい。うん、ということで、
やめて、もうやめて、牛みたいに言った。え、何これ、辛ない？ちょっとわさび多くなったっす。もったいなぁ。指挟む、ね、おじいちゃん。おじいちゃん。イギリス行って普通に結婚式挙げてるんでっていう休みの期間あったもんね。ありました。え、死にそうになりながら午前でいらっしゃるんですか。いや違う、だから親族すぎて本当にカウントしてなかったっていう。だからいや、わからない、正直言うわ、結婚式だとは思ってなかった。やばい、それはちょっとなんか、じゃあ大切すぎて、いやその、いやテレビの結婚、結婚って大切じゃないけど、君たち、なんでだ君たち、君たちちょっとあのね、うん、親族の結婚式とやっぱ友達の結婚式はマジで違う。あ、それはそうだ、それは本当にそうなの、うん、俺が悪いよこれは。言い方、言い方同じなんだって。イギリスって結構ちゃんとやるじゃん。ちゃんとやります。だから全員来なきゃいけないね、確かに。そうです、それこそいとことかも行くぐらい。そうで、しかも国またいでもちゃんと行くんだよね、みんなね。そうね、結構、うん、なんだろう、結びつきが強いというか。っていうらしいんだよね、うん、で行ったの。そうで、だから俺がよく目にするのはそのうちのおじいちゃんおばあちゃんと、うん、あのお嫁さんとか、うん、あのが喋れないっていう状況なんだよね。うん、そりゃそうだよね。で、うちの両親とその海外の方なんで、が意思疎通があんまりできないっていう、うん、あんまどういう方かわからないまま進んでいくってことだもんね。いや、本当は心では通じてるんだけど。いや、まあそれはそうですけどね。なんだろう、これ何なんだろうっていう瞬間なんだよね、そのなんか、うん、わかるよ、わかる。だって、喋れないって結構ですよね。まあ、言葉の壁ですからね。だから、なんかその、例えば箸とかをみたいな、その、あ、こうやって日本のものだから使うんだよ、ジャパニーズスタイルみたいな、っていう雰囲気、うん、雰囲気の中やったんだ。だから、結婚のスピーチをするわけじゃないですか、を同時通訳が入る。ああ、面白いっていう状況です。面白いですね。あの、柴田の結婚式を見てどう感じたの。柴田の結婚式を見てどう感じた。うん、いや、いいものだなと思った。ああ、確かに YouTuber の結婚式って、うん、なかったと思うんだよね、今まで。そんな間違いない、いろんな YouTuber を呼んで、うん、でも先頭バッターだったわけじゃん。そうだね。今後いろんな人がもし結婚していくとしたら楽しいよね。いや、でも俺思ったのは、うん、やっぱ芝なんってめっちゃ多彩だから、うん、持つんだなと思った。ああ、そうね、まあ、登場で芝居るとかね、ボケれるっていう。いや、逆に、うん、変になんか期待しちゃうじゃん、こっちもさ。まあ YouTuber のね、いや、もちろんお祝いはしたいけど、うん、やっぱさ、そのさ、芝居がさ、こう扉から出てくる時ってさ、うん、なんかあるじゃん、うん。あと途中でなんかさ、ね、なんでふざけるのって怒られてたよね。ああ、めちゃくちゃ笑っちゃった俺。なら、ちゃんとやれって。